はい、これはベンツのですね、M クラスですね。このオフローダーの2002年型にはかなり改善が行われた。フェイストリストが与えられ、新しいアルミホイールが与えられるとともに、運転席も改善され、応答エアコンとサイドエアバッグが追加され、エンジンは 4.3 リッターに代わって5リッターの V 加時が用意されていた。ディーゼルは MJ270 から CDI の5気筒に加え、前回で豆腐の2リッター V 加時が追加されたということですね。で、価格が最も高くて797万円で、販売されていました。ただこの頃のベンツってのは非常にちょっと残念な時があって、1995年から、2002年あたりまでですかね。その時でベンツってのは非常に外見は立派なんだけど、中身がえらいしょぼかったんですね。中身のそのダッシュボードがえらいしょぼい。これがね、びっくりするぐらいしょぼくて、そのトヨタでいうとこのカロラカっていうぐらいの90年代のね、ぐらいダッシュボードがしょぼいんですよ。でそれが唯一残念で、でこの頃の時代のとこに A クラスってちっちゃかいベンツがあるんですけど、私あれ嫌いじゃないんだけど、あれがねダッシュボードが安っぽいのね。まあそれに比べて今の A クラスは随分と、高級車に、ね、なりましたけども、初代の A クラスってのはね、内装がえらいしょぼいんですよ。でこれがこれベンツなのかっていうくらいのもので、見た目はベンツなのよ、外見はベンツなんだけど、中身になるともうしょぼすぎて、偽物じゃねって間違えられるぐらい、ある意味ね、それぐらいやっぱりすごいしょぼかった。だからこの頃のベンツってのはちょっと経営的におかしかったのね。外見だけは立派にできてるんだけど、内装のダッシュボードがいけんわ。あれ非常にその安っぽいね、もうそれこそ90年代のトヨタのダッシュボードみたいな、あんな感じでね、非常に残念だったんですよね。でそこでを除けばまあいいところがあるんだけど、そこが唯一残念なところでした。だからこれも SUV に関しては今のやつ出てるね、M クラスは随分と高級感があって、内装も随分と高級感だって気に入ってはいるんですが、この頃はダメでしたね。この頃は内装が、外見はいいんだけど内装がしょぼかったんで、それが唯一の残念な点でした。でこれは、どこのメーカーかはちょっとわからないんですが、まあ、内装もまあそれなりにできていて、まあ、なかなかいい方ではないかなというふうに思われるね、まあ、車でして、まあこういったものもやっぱりこう時代を感じさせてくれる、車ではあるんじゃないかなと思いました。どうもありがとうございました。